いつもロペライオチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。今回インプレッションするお車は2009年モデルロールスロイスドロップヘッドクーペ、こちらをインプレッションいたします。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、それではスペック紹介よろしくお願いします。はい、こちらファントムドロップヘッドクーペ、V12 気筒、6.7 リッターですね。馬力の方が、460馬力、はい、トルクの方が 72.3kgm となっております。なるほど。はい、まあファントムのカテゴリーの中でいう2ドアオープンモデルですね。一応ドロップヘッドクーペという名前がついていますが、ドロップヘッドっていうのが、まあ俗に言うコンバーチブルだったり得意のドロップドロップショットではなく、あ、違います。あ、違います。ドロップヘッドです。ヘッド。はい。コンバーチブルとか、カブリオレと同じ、分類に入るモデルとなっております。まあ、最初僕ドロップヘッドって聞いてどういう意味だろうって思って調べたんですよ。はい、自分の解釈ではですね、頭の上に落ちるまあそうだよね、はい、って思ってたんですけどね、なんかホロが頭の上に落ちてくるんだろうなみたいな、あっていうふうに思ったんですけど、結果は何だったんでしたっけ。一応その、折りたたむっていう意味です ね、このまあトップを折りたたむっていう意味の、はい、まあ仕様になっているという、ね、そうですね。そもそもこれはドンでもなく、はい、言ってしまえばコーニッシュでもなく、はい、もうファントムのオープンカーなわけです。はい、そうですね。でこれまたファントムクーペというモデルも本当に生産台数わずかですけども存在してるんですね。はい、してます。いわゆるファントムのオープンカーがドロップヘッドクーペ、はい、でファントムのクーペモデルがファントムクーペ、そしてロールスロイスのゴーストの、はい、まあ、セダンモデルはゴーストとなっていて、ゴーストのオープンモデルがドーン、はい、でゴーストのクーペモデルがレイス、はい、でカリナンがあってという形になっていくわけです。とにかく大きい。大きいですね、本当に。全長5メーター60。はい、5メーター60ってゴーストよりか。そうなんです。これね、ゴーストのエクステンデッドホイールベース、はい、ロングホイールベースかね、長い方、あれよりも長いです。ですよね。はい、でファントムロングになると多分6メーター近く、6メーターちょっと超えるくらいですね。で幅1メーター99でしたっけ。はい、このぐらいですよね。もうほぼ2メーターです。でドーンとかは約3センチ短くなんですね。はい、でこれで高さが、1メーター58ですね。なるほど。はい、で1メーター55が多分ねドーンとかなんですけど、はい、とにかく大きいですね。大きいです、本当に。はい、これどんな時にどんなシチュエーションで使うのかなって思うんですけど、どんなイメージですか。イメージですか。はい、やっぱりホテルにご飯行く時にこれで行く行く行くっす。なるほど、ね、であのちゃんとポーターさんっていうんですか、はい、に預けるっていう、妄想をしてます。なるほどね、はい、違うんですか。いやこれどんな時、だって水野さんのお客さんはまあもうね、あの、弊社にまだ在庫ありますけど、バルドのドーンがありますけど、はいはい、ドロップヘッド、あ、ドーンでドロップヘッドありますけど、はい、その方は普通に乗られてました。ね、普通に乗ってた。どこに行くにも普通に乗られてました。で、たまに、はい、あのお預かりするんですけど、よくこの大きい車を普通に乗ってるなと、うん、思いながら、その人にはそれが聞けませんでした。そうなんです。でもね、そのお客様乗り換えられて、そうですね、はい、ゴーストに最初乗られて、はい、ドロップヘッドに乗って、はい、ドーンに行って、はい、で、ドロップヘッドからドーンに乗る、そうですね、はい、で、カリナに行くってなるほど、はい、すごいね。すごいですね、本当に、ね、
まあそういう車です、はい、でこれだけ大きい2ドアクーペないしオープンカーって多分ねこれぐらいしかないですよ。そうですよ ね。でこれねホームページとかにもね載ってますけど見るとやっぱそもそもやっぱヨット、はい、を何かモチーフにしてこのウッドパネルだとかっていうのも作られてるみたいなんですけど、カリナンの時にさやったのはさあれも乗って例えば乗馬にね、はい、行くとかで自分のね、まあ競走馬のレースを見に行くとかでそのためにトランク開けると椅子があったりしてみたいな感じだったんだけど、はい、これはヨット、じゃあそういった意味でマリーナに行く、そうだねとかそういうイメージで、はい、イメージです。ロールスロイスは出してると、はい、これでオープンで、あ自分のヨット、あいいなーって景色は綺麗なわけですよ、はいね、だってあれさっき言ってましたよね、この車を見てクルーザーみたいって。そうクルーザーみたい、まさにその通りです。ですよね、はい、なんで、はい、このクル、まあオープンモデルで、はい、ソフトトップハードトップってあるじゃないですか、うんうんうん、でやっぱり安全性とか考えるとハードトップの方が人気があったりするわけじゃないですか。まあ確かにミノさんだって SL ね、僕も SL 選ぶときにソフトトップちょっと不安だなと思ったんです。なんで不安なんですか。グサッザッてされたときに怖いじゃないですか。あね、まあ、それやられるよりは窓ガラス割る方が簡単らしいですけどね。あそうなんですね、はい、でソフトトップを採用したんだろう。いやこれでこれでだって車両重量が 2.6 トンぐらいあるわけですよね、はい、ハードトップになったらもう3トン級になっちゃうから。まあそうです ね。でまあね、まあ、これはまあオープンなんだけどバリオルーフでなくてソフトトップ、はい、でなぜソフトトップにしたのかというと、まあ、当然バリオルーフもね2009年ですから設計はもちろんできたわけだし、はい、あえてやらない理由っていうのがいくつかある中の一つに、美濃田さん質問いいですか。はい、美濃田さんはリバーシブルのジャケットあなたは買いますか、買ってきますか。僕は買わないですね。あ、それと一緒です。それと一緒、はい、もうバリオルーフでなくていいんです。もうこのドロップヘッドをご購入される方はリバーシブルのジャケットを着るような方ではない、はい、ってことはソフトトップ今このデザイン、そしてここにソフトトップだと雨の音とかポツ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 します、はい、そういう音ですらもうエレガントに上品に感じることができる車であるというふうに書いてありました、はい、ね、そうですね、はい、そこに感動しましたもんね。そう、その例えがねすごいなと思った、はい、リバーシブルのジャケットこれ乗る方買わないっすよ、はい、それと一緒でバリオルーフとかじゃないっす、もうソフトトップでいいんです、はい、音もいいんです。そういうこと、とかそういうことね。僕もリバーシブルのジャケットは持ってないですね。最近買ってないですね、リバーシブルって。そう言って言われてみると、あ、はい、ね、なのであえて今度ね、なんかのロペチューンかなんかの撮影の時にリバーシブルの、ね、はい、ジャケット着てこれね乗ってレビューしたいなと思いますけど、はい、はい、じゃあこの下りはもうこれくらいにしといて、はい、ちょっと外観から見ていきましょうね、はいはい、とにかく暑いです今日は、はい、ね、リバーシブルのジャケット脱いできたもんね。そうですね、今日は脱いできました、はい、でまずねこのパルデノン神殿、パルデノン神殿をモチーフにしたビール。そうですね。で、フライング。そうですね。ここの、グリル枠っていうんですか。はい。これはちょっとサテン仕上げっていうんですか。ちょっとツヤなしの。ね、ツヤなしもね。はい。これもこれで、でも熱が結構、はい、ね、ボンネットで比較するとやっぱり熱を吸収するんで、結構熱いです。はい。はい、でこれはね、今ロックしてる？あ、ちょっとロックしてもらっていいですか。はい。出ない。あ、多分。じゃあ触りましょうこれ。はい。そうですね。これインスタ映えするやつです。確かに。ちょっと待ち受けこれに変えます。はい。おい。はい、今のおいがちょっと違う、なんか誰かがしてました。はい。でそしてね、はい、前。うん。なんか僕あのうちに在庫であるバルド仕様のやつあるじゃないですか。ああ、美濃さんの下取りの、はい、はい、あれを見てたんで、はい、インパクトちょっと少ないのかなと思ったんですけど、この状態でも結構インパクト強いですね。あ
これがインパクトあるのにさらにバルド仕様にするってなかなかだよ。そうそう、はい、でちょっとサイドも見てみましょう。はい、今日遠いっすね。ね、確かに遠い。5m60cm、まあ、ソーシャルディスタンスです、はいはい、でまずサイズどうでしょう、フロント。はい、タイヤのフロントがですね255、あ、5021。前後違うんだ。リアは285、45の21です。はい、で後でやりますけど、これはちょっと動くとね、センターキャップはちゃんとねセンターの位置キープできるように、ロールスロイスのマークがね、この位置ずっとキープできるようになってると。じゃ あの走ってる時ずっと、そう、今日並走シーンなんかね絶対ね綺麗に映ってると思うんですよ。あ、はい、いいっす ね。これカメラマンの腰ですからね。そうですね、はい、お願いしますね、はい、そしてこのコーチライン、はい、これね職人がこうやって書いていくわけです。チューと、これは何、あ、これはシールだね。これシールですね、うん、これは後付けですね、はいはい、塗装ではないです。そしてドアね、はい、こっち側じゃないです、こっち側からです。はい、ね、女性が美しく乗り降りができるように、一応ドイツのシルエットも綺麗にね映るように、鍵が、はい、まあこういうタイプですね、あの BMW、 あ、そうね、と同じですかね、はいはい、はい、そういう形ですね。で、はい、傘、アンブレラが、アンブレラが、こっちですね、はい、と出してください。これちゃんとしまわないとねドアに挟まっちゃうね、はい、アンブレラこうです。雨が降ったって、はい、開けなくていいですかね、はいはい、あ、一応開けましょう。開けますか、まあ、何回か開けてるんですけど、この傘はね新しくなっても変わんないですね、多分この傘です。はい、ようこそ。あ、そういうことじゃないですか、今日ずっとこのまま持ってていいですか。ダメ、あ、ダメ。でもさ、こっちじゃないんだ ね、 やっぱね、そうなんですよね、こっちなんだね、そこはね、はい、そして見てください、この内装が、このねフロアマットというかね、もうカーペットもねちょっとやっぱ夏仕様じゃない、わ、あのわらじみたいなそうそうそう、はい、そしてこのねウッドデッキが、そこがやっぱ船っぽいんですよね、ね、船、クルーザーっぽいような船、ヨットですよ、はい。でこのドアパネルの内側からいいですか、この舐めるようにスーッと、このまたメッキとこのねドアパネルがいいです、このコーチラインもいいし、そしてそこからこう流れるようにここのねウッドデッキ、はい、素晴らしいです。最初僕ねドロップエッド見た時にここにびっくりした、ウッドだと思って。そうですよね、じゃあちょっとかっこよく乗ってみてください。でこのままこう乗ってこういうこうやれるとかっていいです。そう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 。いや、じゃあ失礼します。はい。あ、似合うね、なんかね。ちょっとツーブロックの人似合うと思う。ちょっと、あ、エンジンもそうですね、はい、かけてください。いいどうですか、その辺はファントムと一緒、この辺はもうそうです、はい、ただ、まあ、ファントムもそうだったんですけど、ロールスロイスってステアリングが細いじゃないですか。そうね、全部細いですよね、はいはい、でちょっと背中、あのレシートの、質感が柔らかいんですけど厚い。あー、なるほど、はい、でまず、はい、ドアをかっこよく閉めてください。僕がですか、ええ、あ、ここにねボタンがあるわけです。ここにあるんですよね、はい、これね自分挟まんないに気をつけてね、これね、ちょっと怖いですよね。ね、ちょっと勢いありますね、あのドンってくるの で助手席もそのボタンで閉めれるわけです、はい、だから例えばね、あのなんていうの、レッドカーペットなんか歩くときに女性は出てそのまんま出ちゃう、そういうシーンとか、そういうことですね、ドライバーが鍵を閉めるみたいなね、はい、で、はい、でパワーシートが、そうです、パワーシートはここに格納されてまして、はい、前後、あ、こことこっちですね。カメラマンさん汗だくです。
でここで切り替えていくと。シートヒーターとベンチレーターもついてるのか。ベンチレーターはこれはついてないです。なるほど、はい、でそのままですね、すみませんがソフトトップを閉めてもらっていいですか。はい、はい、じゃあいあ、時間計るの忘れたっす、ね、赤いソフトトップが、うわー、なんかセレブな感じするよ、このシーンだけ見ても。うわー、意外とな時間かかりますね、これなんか似合うね、ちょっとちょっと人儲けできたみたいな、よっしゃーみたいな感じするね、はい、シートはここで、はい、あ、前に行かないんだね、あ、ここで前に行くんだ、ここボタンを押して、はい、ちょっと失礼しますと、ほっ、ほっ、おー、あ、さすがにプラネタリウムはね、2009年だとついてないね。あ、ドア持つところもあるよ、こんなところに。いや、やっぱちゃんと考えられてますね。で、ね、後ろ、あ、じゃあちょっといいですか。相当広くないですか。広い。これ足元このくらいですよ、もう。余裕で足組めちゃう。あ、何これ超おしゃれ、このドアのここ、傘でも出てくる、え、あ、灰皿が入ってた、これかっこいい、おしゃんだな、これ、うわー、この灰皿欲しい、サボ子さんないけど、傘風のね、その取っ手とかやっぱね優しいですね。でパワーウィンドウ、リアはリアでちゃんとありますよ、こうやって。後ろはエアコンもあるんですか。エアコンのスイッチ、あ、エアコンありますね。これシガーライターもここにあって、うわ、なんかこのパネルもおしゃれだね、本当に。すべてがすべておしゃれです。エアコンもね、後ろはこうなって、あ、ここで、あ、なるほどね。そこにドリンクホルダーがあるんでね。ここに。うん、ちょっと大きめのね、マックシェイク L もいけちゃいますよ、これ。いいですね、それは。そしてここに肘掛け、うわ、この肘掛けの出方わかる、このおしゃれな感じ、ここがちゃんと出てくるの、ピュッとしまわれて、ダメだ、リバーシブルのジャケットじゃダメだよ、これじゃ本当に、そうですね、ちょっといい素材のジャケットじゃない、ね、でまたこの後ろの視界がいい、このウッドが見える、ウッドでこう見える、GPS を受信できません、ああ、この音声がちょっとね、はい、こんな感じです、はい、で、あとメーターのところもその辺もちょっといろいろご紹介していただいていいですか、じゃあまずここからいきますね、まあ、ここが純正のアナログ時計なんですけど、はい、ここをこうすると切り替わります、ね、すごいね、このウッド感がすごいよ、はい、とにかくで、はい、ここの操作自体は、はい、このコンソールのところにここね、ちょっとね出にくいから多分テープ貼ってあるんでしょうね、はい、こういう、うん、アイドライブっていうんですか、はい、同じような感じ、まあ、ね、この辺はちょっと年式が年式なので、でもいい年式だよこれ、こういう感じですね、はい、いいですね、で、なんとテレフォン、テレフォン、なるほど、まあ、時代を感じますね、これね、はい、これ2003年のね、これ BMW 製に変わったぐらい、まあ変わってるのはもっと前なんですけど、ファントムがデビューした時からこれついてたね、そうですよね、ね、もう98年ですからね、でここは今はもう小銭を入れていただいたりとか、そうだね、っていう使い方ですかね、 iPhone を入れていただいてもいいですし、はい、はい、で、グローボックスのグローボックスですね、ほい、ああ、ここで上げ下げできたり、フライングレディの上げ下げができると、はい、で、ロックかけたりすると機能切り替え、うん、で、トランクのあれですね、ロックアンロック、はいはい、まあそういう感じですよと、はい、いうことですね、 でもここにちゃんとなんか物が置けるほどちゃんとここしっかりしてますよ、なるほどね、わ、はい、かりました、いいね、ここのメッキだよ、こういうところもおしゃれです、じゃあ、そちらをお分けしますので、あ、はい、お待ちください。確かに開けるときは自分で開けられないね。うちの王様が。
いらっしゃいませ。ごきげんよう。ミノナさんいる？あー出にくいね。後ろは出にくいっすよ。このでもこの開き方だって出づらいっすよね。多分ここが邪魔して。そうね。ちょっと出にくいっす。あとサイドステップもね広いんで、はい、なかなか出にくいっす。はい。ではトランク見てみましょう。おお、そこ。くそー。いいとこ、いいと、いい反応するな。やられた。そうなると思わなかったんだ。こういう風に開きます。で一番最初自分は僕こういう風に取るんだと思ったんです。でも知ったす途中で。こうなるじゃないか。まあね、イギリス車あるある。はい。なるほど。で、こちらの方にもしかして救急車、はい、と工具が入っている。でこちらには金庫が、椅子とかが、何が入ってるの？まさか来るか。入ってない。昔金庫が入ってるさ、ファントムあったよね。ありましたよね。暗証番号が分からずだった。はい、なるほど。という感じでしたね。はい。これ逆に変な話ですよ。先にこっち壊してみたらどうなるの？でも壊れるっす。あ、閉まんない。閉まんないんですね。まあロックがこっちだもんね、はい、なるほどね。クロージングオートクロージャーはついてなさそうだね。あ、ついてた。ついてないです。あ、ついてない。はい。ただ優しく閉めれる。なるほどね。はい、はい、ではライトチェックいきましょう。はい、はい。じゃあライトスモール。おお、そこがつくんだ。はい。ロー。ああ、なるほどね。下がね。はい。でハイ。あ、なるほどね。一応切り替ってね。はい、オッケーです。でウィンカーハザード。わあ、かっこいいね。ウィンカーいいじゃん。はい。これデイライトついてるかね。センサーかな、あれは。違うか。下についてるのあれなんだろうね。あれなさそうだね。僕ないよね多分。 OK です。じゃあ後ろ行きましょう。ではライトオンね。ファントムとね、ファントムとロールスはこういうテープですよ。はい。でブレーキ、はい、ウィンカーハザード。はい、はい。バック、うん、ですね。はい。でリアフォグ、おお、2つ OK です。ちょっと細かいところなんだけど、このバックカメラの、あー違うか、なんかバックカメラもちょっとおしゃれになってないか。白くちゃんと塗装がされてて、周りがメッキのリングみたいになってますね。ちょっとこういうところも、ね、細部にこだわる何かおしゃれみたいなものが伝わりますね。はい。ではボンネット開けましょう。はい。うわ、重い。あ、重い。うわ、これがロールスロイスの V126.75V12 ね。これもきっとカリナンと一緒でさ、なんかコインを置いても倒れないぐらい静かなんだろうね。ああ、確かに。やったね、やりましたね。ね。うん。確か安定性抜群なんでしょうね。そうです。すごいしっかりしますよこれ。ね。ダンパー2つも付いてるもんだって。はい、OK です。あとちょっとついでにおまけで、あれ？大変なことに気づいた。こっちの R マークまっすぐじゃないじゃんね。さっきもそうだったんだろうねきっと。さっきもそうでした。あ、そうなんだ。ちょっとそう。え、ちょっとさ、少し、まあ、前後してもらっていい？なんだ、後ろはそうなってたからね、あれかと思ったけど、ちょっとじゃあ前に出してもらって、あ、そのボタン使ってね、そうやって。ちょっと前、はい、ちょっと前で。
はいはい、まだ前で、あれ前は回るねこれ、はい、もうちょっと前、前回っちゃってるねこれ普通に、後ろはキープされてる、はい、ちょっと待って一回コンコン叩いてみよう、ほら OK、 3回叩けば大丈夫だ、大体バックします。2009年だからね、3回ね、ほらくる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 、スピナーホイールついてるみたいだね、くる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 、はい OK、 すごいね、しばらくくるくるいってんね、はい、まあこういうことです。で昔のねブラウン管のテレビと一緒でちょっとパンパンって叩いてあげるとねご機嫌、はい、よくなるんで、あ踊ってる、はい、そういうことです。はい、ではそれでは、はい、ロールスロイスドロップエッドクーペ、これから試乗行ってきます、よろしくお願いします。お願いします。では行ってきます。うわ見てこのドアミラー調整するのも、なんかミラーがちっちゃいね意外とね、これねボディサイズの割には、みんなメッキがやっぱ綺麗だね、加工が。はい、ギアはここですね。はい。でドライブに入れて、はい、サイドブレーキは？右です。右。はい。この辺にあります。はい。よろしいでしょうか。お願いします。わあ、スーッと。ちょっと風よろしい。これ風で。はい。もう一個下げますか。あ、大丈夫です。下がりましたね。うわぁ、細っ。細いな、これ。ねぇ。やっぱこういう車だよね。伝統だよね、こういう細いのは。はい。なんかさ、なんとか、昔の映画を見てもさ、やっぱイギリスのハンドルってこういうハンドルのままだよね。で、大きい、それ大きいじゃないですか。うん。回しづらいくらい。ね、今の車に比べればそりゃ多少回しづらさはありますよ。うわボンネット長くて、これちょっと一発で行くの怖いな。これ結構出てますかね。うわここにも窓ガラスあるんだね、アルファードぐらい。でもそこがないともう見えないですもんね。ね、うわーでかい、でかい、これはでかいという日本語はちょっと汚らしいかもしれないけどでかいやっぱそう感じますか。感じるね。まあ幅2メーターだから幅はまあまあもう慣れてるんだけど、まあ、長さがこれ長いね。だってフライリングレディーがそうね、フライリングレディーからまだあるからね。確かにそうですね。5センチ6センチぐらいは。逆にフライリングレディーない方がいいですか。あじゃあちょっとナイシバージョンだと。あ早いね、結構ね気が早い。あそして、はいそうですね。ナビフリップ、DVD ナビだね、これね。CD ナビじゃない。これ HDD だもん。あ、HDD。はい。へぇ。でも、2009年だもん、ね。前向く見たのは、ここの時計がポコッ、爪が折れてて、下に落ちてたっていうのが。マジで？はい。ファントム？ファントムだったと思うんですよね。綺麗な時計。これこう、もう交換するには丸ごとアッシュなんで。どこ？ここ全部？ここ全部です。うわぁ、3桁いっちゃう感じかな。じゃないですかね。でか。だったらいいですっていう感じだったでしょうか。うわーこのゴーストみたいな乗り味、今の一瞬のさーっていう加速が上品。うん、どう後ろもなんか良くない、このどうデッキ、ウッドデッキが見える感じとか。あ、ですね、見えないんですよ。あ、見えない。あ、そう。あ、見えた。いや、これ開けてる方がウッドデッキ映えますね。あ、これはフォン、ここだよね。そうです。こっちじゃないよね。そっちじゃないです。5m60、幅1m99。はい。高さが。なんかちょっとした SUV 乗ってるような感じですよね。そうだね。確かに。まあでも、このファントム級のファントムクーペ、ファントム、このドロップヘッド、はい、カリナ、はい、どれもね、なんか乗ってる感じ一緒なんだよね。それは、まあ、足も一緒ってことですか。いや、なんかさ、ここのドライバーから見える視界って一緒なんだよね。
ああはい。そうなんか。でもカリナの方がもっと上からでしたもんね。まあそうだね。あれだって2メーターぐらいあったんだよ、はい、ただ高さがね。ね、クリスチャード・ロナウド選手がっていう話をしたけど。わすごいね。これちょっと踏んだだけで、もうクリープでスーッと進んでくる。これ今アクセル離します。でも踏んでるかっていうぐらい進まない？はい、そうまだ普通にアクセル踏んでないから、はい、踏んでる感じですよね。ちょっと強めに踏みます。ほら、これだよこれ。ブレーキ。うわこれ、待って、止まる瞬間は？ああ、今こうなったけど、今のは自分でブレーキ緩めなかったの。あ、踏みっぱなし、はい、やりっぱなしの踏みっぱなしのやつね。一番ひどいやつですね。ね、確かにこれね、絶対あった方がいい、これね。これね、ほら、今も出ない。で、このあれ、ね、テープがなかったら出せない。出せないでしょ、これ。そうそう。だから、これがこれある、ね。うわ、豪華な灰皿。葉巻でもすんかっていうぐらい。からの？うん。なるほど。でももう今灰皿って灰皿使って形跡ないね。こういう灰皿ないですよ ね, ね今の車はもう確かにね。いいよ時代ですね、うん、これはこういう灰皿でいいんだよ、はい、もう振り返った時にこの時代があったっていう歴史にね触れるだけで幸せじゃないか。あいいねこれ本当気持ちがいいよ。さあ俺のヨットどこだっけな、どこだっけみたいな、そんな感じでしょ。そうそうそう、カリブ海とかさいや日本だからとりあえず葉山あたりにしましょうなるほどね、確かに葉山いいよね。今でも高いだろうね。おい、なんか来た来た来たぞって。あのベライこれ給油口どうしか分かんない、給油口分かんないやつだこれ。右じゃないですかね。なんで右に通ったの？給油口の位置が右に書いてあったから。この給油口の位置が、うん、そのメモリーよりか右じゃないですか。あ、そういうこと。で、僕は最近それあの矢印書いてなかったりするときはそれで判断します。じゃあこっち側に給油口のマークがあったら左ってことなの？そう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 。さあそれですって皆さん。さあそれはどうなんでしょう何何急に自信がない感じになって大体そんな気がするんですよね。それでは出発しようじゃないか。うちっちのクルーザーとヨットどこだっけな。ここ左行ったとこやで。ここ左行ったところ、ほら見えてきた。うわ段差だってなんか気持ちいいねこれね。そしてちょっとスピード、あ、いいね。あ、滑らかだな走り。やっぱいいな。いい。これね、あの、どっちかというと先入観で走れる、はい、うまく運転できるできないか変わってくると思うんですよ。はい。軽自動車を運転してるぞっていう感じで走ると、意外と全然スイ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 行けちゃう。どういうことですか？だから、この車の大きさとか全くもう、あ、大きさ考え、バイアス全部なしにして、はい、リセットして走るといい。はい。あ、いい車だなぁと。これを悪い車という人はいるのか。わかんないよ。オフライオンにもさ、何でも言っちゃうからね。うわー、ブレーキもいいね、これ。どう？なんか乗っててさ、なんかちょっと、お、さすがにびっくりするでしょ、ロールスロイスが対向車で来たら。もう、どうぞ、歩行者も。あ、どうぞ、どうぞ。いや、ほら。これなんかもう申し訳なさそうにするでしょこっちがさ、譲らなければいけないのに、譲って当たり前なのに、いや、ほんとすいませんね、みたいな感じになっちゃうわけよ。なるほど。あ、なんか、助手席に乗ってると、うん、優雅だなって思いますよね。いいよ、これ。なんか、ほんとに、この椅子、シートも、なんかソファーに座ってる感じなの。うん。で、中身さ、BMW 製だからさ、まあ、故障多少あったとしても、基本 BMW だからさ。そうですね。ね、ちょっと気持ち的にもさ、はい、ちょっと安心で。はい。あ
いいなぁ、なんかすごく急に良くなってきた、ガソリン入れてから。大体あのエンプティーすると不安になりますからね。メンタル弱いからね。確かに。これ何？あ、エアコンオフとか。あ、なるほどね、はい。で、こっち側にあれだよね。パークセンサーの。パークセンサーのエアサス調整の右が、はい。それブーツはトランクのオープンです。あ、なるほどね。はい、これ今どうしよう、行かせてあげますか。あ、そうだね。じゃあ最後。おお、すぐ下がる。これはさ、2.6 トンのさ、車をさ支えてるわけだからね。まあタイヤ代、タイヤはちょっとまた別だけど。だからタイヤの減りも早いですよね。ああ、確かにファントム。でもこのタイヤ特殊なんだよね。あ、これは特殊じゃないかもしれないけど、純正のあのファントムのさ、あのタイヤは、ね、あの太い丸いタイヤは1本60万とかって言われてるよ、ね。そうですね。いいなこれ、いいなぁ、いいなぁ、なんかもう大きさ感じなくなってきたもん。乗ると意外と乗れるんですよね。小宮さんは大体フルサイズオープンカーでしょ。そうです、フルサイズオープンカーねえ、5m60。 いいなぁこれ、オープンにしてたらかっこいいね。これこれでさ、マイアミとかさ、こうやってさ階段をこうやってさ走ってさ、そうですね、タンクトップ、タンクトップいるこれ。タンクトップにあのニューエラのキャップで。ニューエラのキャップで、ロゼキャップでかぶってさ。そうそうああ、いいっすね、それ。ね、あ、静かだな、これ。いいよ。開けてます？開けてないよ。開けてないでしょうね。あ、品のある音。でもやっぱ重い、重いせいかトルクをそんなに感じないね。やっぱトルクは別にこれ別にあね、そんなにトルクがっていう車ではないんだろうね。ほらもうね、クリープが本当に気持ちいいよこれ。でも加速100、え、0、100っていうんですか、うんうん、 5.9 秒で、あ、なんだっけな、ケーマンとか、うんうんうん、あの辺と同じ。マジやってみるですよ。ってできるところないけど、そんな場所ないですけど。ああ、いい、いいじゃん。このタコメーターっていうんですか、うん、パワーリザーブほとんど使ってないですからね。うん、確かにずっとこの100の位置になってるね。ああ、一瞬踏んで多分80とかだった気がする。ああ、いいな。ちょっとね、 2m あるとこういう ETC レーンくぐる時の幅がね気になって。左全然余裕ですよ。なるほど。左分からないですよね、多分。うん。うわぁ、スムーズだね。これ NA でしょ、ターボじゃないでしょ。はい。ターボだったら嫌だね。シュワンってこと言っちゃうから、ね。いや、これに、だって、6.7 リッターのターボだったらとんでもないことになりません。ね。いいなこれ。ちょっとこういう、こういうちょっと優雅にね、ちゃんと電話で握ってないといけないですけど、うわー、これなんかもうジェットって感じ。それだけ振動を感じない。ボンネットも全然揺れないし、ずーっと 90% を切ったくらいでやってますね。うん、いい。あ、だってこの路面のつなぎも全然感じないですもんね、そんなに。うん、感じない。贅沢、飛行機乗ってるみたいな感じだよ。はい、なんか道走ってる気がしないよ。隣の車のロードノイズの方がよっぽど聞こえるよこれ。確かに。そしていよいよタイヤ映るんじゃないの、ホイール。あ、映ってないか、うん、多分この白いボディに赤いホロがまた入るんですよ。あ、いいね。ちょっと赤だと少し威圧感あるかもしれないけど、はい、いいんだろうね。え、これ新車がさ、5800万円車両で、はい、くらいですかね。で、今のうちの店頭プライスが2800万円ぐらい、はい、だよね。2009年モデルの2万キロ、はい。まあ、2000万円台ってなかなか高いけど。そうですね。でもこれはいい、いいがちょっと連行しちゃってますけど。
でも結局、まあドーンを買うよりかは当然、安いわけじゃないですか。うん、でまあ新車でね。新車そうです。中古の価格で考えてもそうじゃない。あ同じくらいけど。これでもなんかね、いろいろなちょっとあれがバイクだって例えばね、まあ、何 cc っていくつかあると思うんですけど。例えばまあ原付バイクで、はい、例えば海まで行くのと、はいね、中型で行くのと大型で行くのとっていうとやっぱ長距離になればなるほど大型の方が楽になる。そうですね、はい、バイク乗ってないから分かんないんだけど、はい、でも車も本当に一緒でこれは本当に長距離数を走る分にはすごい楽だよ。多分楽ですね。逆に楽だ。助手席に座ってても楽ですもん、うん、今日の話軽自動車でここからね葉山まで行きますとか葉山の別荘まで行きますとかちょっと辛いじゃん。はい。ウィーンみたいな。エンジン音もさ、ロードノイズもほとんどしないような状態でスーッて行く。もうね、時間あっという間だと思うこれ。うん。そしてね、今からトンネル入りますけど、はい、まあ今日はねエンジン音とか窓開けてファーンはやんないけども、はい、そういう車じゃない。ちょっとこの辺のライト気になるね。そう、この辺の演出がどうなんだろうっていう。ね、意外とそうでもない。あ、でもあ CD を入れるところが。なるほどね。あとさ、こうやって貝皿とかもさ、なんかさ、どう？あ、うっすら。こういう感じ。で、例えば、ああ、これね、ルームランプはダメなんです。優しいな、それ。ルームランプつけちゃいけないんです。走行中。メーターもこういう感じの、まあ、ね、優しい。そうそう、デジタルではないけども優しさがありますね。で後ろはこういう感じで、後ろが見えてるのかなぁかわかんないけど、後ろのさ、はい、ドアのところのさパネルが綺麗な感じしてたんだけど、なんか、はい、光ってたりする？いや、光ってるのは、あの、あれだけですね、シガーライト、シガーソケットの縁。あ、そこが光ってるか。取っ手の部分には、あの、アンビエントライトみたいなのはやっぱまだついてないですね。なるほど。あ、でもここでスターライトとかあればもうね、いうことないね。でもそうそう。もうオープンだから難しいのか。オープンにスターライトは必要ないじゃん。なるほど。開ければスターだからと。そうです。なるほど。はい、ですって。ちょっとでも一応ちょっと踏んでみない。ちょっとだけ。あ、いい、どうぞどうぞ。あ、もう聞こえないねエンジン音、ね。静かですね。結構今ベタ踏みだったよ。すごい。段差が全く感じない。ねえ、感じないね、はい。今ドン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 って言ってたのに。で、我々が向かうところはバカにしてるわけじゃないんですけど、田んぼです。田んぼです。よし、田植えすかっつって。いいね。いや、これもただまあね、大津妻と一緒で。はい、いいと思う。これ一つここでビジネスが成立するとかあり得ると思うね、道中。うん、そうです ね。だから経費で落ちるよ。だってこんな快適だったら別に会議室です、ここはって。そう、動く会議室ってことです ね。我々って会議室でレビューするより車の中でレビューした方がさ、はい、ね、もっと臨場感のある話ができるわけで。そうですね。それと一緒ですよ。ここで成功すればこの車が入りますと。この車入ってからもっと成功する可能性があるんですよ、はい、なぜならこうやって会話をしてパートナーなりね、取引先となんか交渉するとかよしだしみたいなね、なんか気持ちも変わるよね、ちょっとね、はい、いいな。ちょっと海行きたいねこれね、はい、ちょっと行く。どれだけの注目度を上げるか。いや俺ね、これ注目度じゃないと思った。注目度はもう勝手に浴びるけど。そうですね、うん、なんかもうね、そこでこの車を運転して疲労感も気になります。なんかすごい贅沢な時間ですよこれは。ね、お金じゃ買えないんですよ。この車はお金で買えますけど、この車に乗ってなんか海、ね、海辺とかそういうところをね走るっていうのはお金じゃない、うん、素敵な、はい、かけがえのない大切な時間。プライスレス。
ていうことですか。そういうプレイス。想像したらすごいことになってきたな。あー、これ売る自信ある。何？問い合わせ入ってきたら俺担当したいわ。これね、絶対商談成立するよ、この車の商談も。あ、いいもん、とても。じゃあ、どういう方に向いてるかっていうと、やっぱね、リバーシブルのジャケットを着てない方、着てない方がまず第一条件、はい、第一条件、はい、そうね。他にありますか。やっぱそういうマリン系の、はい、やっぱりスポーツとか、はい、ね、ないしクルーザーとか、はい、やっぱね、ちょっとね、そういう別荘もなんか海のところにありますよみたいな感じとかがいいな。やっぱ海というかね、やっぱこういうウッドデッキがあるぐらいだから、はい、ちょっとやっぱそういう夏を満喫できる環境がある方とか、はい、まあ、おすすめがあって、はい、オープンっていうのもあるし、はい、真夏暑いですけどね、はい、そうそう、これでやっぱね、雪山攻めるとかっていうのとはちょっと違うと思うんで、はい、そういう方、綺麗な海が見えてきましたよ、ね、そしてちょっとさ、白いジャケットにしたさ、はい、裏地が青かなんかのさジャケット着てさ、はい、ちょっとさ、ハリーミッソンかなんかの時計つけてさ、はい、いいじゃん。あー、前が分からん、あっつー、うわー、こんなおしゃれです。おー、怖いね、助手席、やっぱ人の運転は最初怖いわ。いや、信用しなさい。そうだよね、はい、信用はしてるよ、常に疑ってるけど。いやー、これちょっと思いっきり後ろに行こうかな、俺足も、それもいいっすね。うわ、いいね、ここで調整します。どうですか。あ、サンバイザー黒、またおしゃれなメッキ加工がされてて、うわー、ここもいいね、光り方が、 LED が、しかもちょっと比較的サイズがいいね、いいね、はい、高級感あるよこれで、こうなるわけでしょ、ほら、あ、いいじゃん。で、これでここの窓から鏡を開けるとライトがつく、あ、そういうことだ。いや、今ね、ずっとアイドリングなんじゃないかって思ったぐらい静かだった。すごい、本当に静か。こんなオープンカーで静かな車はこれくらいしかないんじゃない。あとドーンとかね、そうなんでしょうけど、はい、あ、いい、気持ちいいな、すごくいい、くそ、いいじゃんか、この車よ、オタク、いいもの作りますね、これは。いいよ、欲しい。これだったらやっぱジャズ、やっぱりジャズ、あ、いや、ボサノバじゃないと一緒か、ジャズも、うん、確かにね。でも海行くっていうことを想定して、まあジャズでもいいか、ヒップホップじゃないですか、ヒップホップ、ズンチョクチャン、そうっす、ツーパックとか、まあ、そしたらバルドの方がやっぱいいですかね。確かにね、バルドそういう感じだね。やっぱ右寄りだね、左はまあまあ余裕ある。やっぱそりゃまだ分かんないですもん、左、全く左見えないですもん。ああ、確かに右怖いんだよね、はい。ああ、いいね。ちょっとさ、リアガラスもさ閉めれる、巻き込みはちょいちょいある、ね、あ、リアガラス、はい、はい、これリア閉まります。これやっぱウィンドディフレクターはさすがにないんだよね、はい、僕ら大好きウィンドディフレクター。でもリアガラスしてあんまり、あ、そうか、こっちは変わらないの。あ、ただこの太陽光で、うん、ここのメッキというんですか、あの反射が、ああ、まあ確かにちょっとあるね、はい。でもこれ反射が美しい演出をしてくれる、演出してくれるわけ、はい、そこは我慢しろと。我慢ではない、これは。何ですか。それは所有したオーナーにしかわからない。なるほど。何かがあるんです。
すごいなんか優雅だなこれ。なんか僕今時間がゆっくり流れてます。あーわかる、はい、すごくわかる。いいこと言うね。すごいそんな感じがします。あーいいね。後ろはこうです。おしゃれ。なんか時計も温かみがある感じですね。ね。このくらいのさ、まあ、トンネルだからあれだけど、これくらいの感じはすごく気持ちいいよね。気持ちいいですね。ちょっとジャケットでもさ、着ても暑くも寒くもないみたいな。ね、エアコンもこうやって効くし。欲しいってなるね、これで。これ欲しいわ。なんか今まで僕オープンカーはこういう、うん、あのマフラー音とか欲しいって思いましたけど、なくてもいいね。うわー眩しい。でもこれサンバイザー意味ないやつでしょ。これは意味ない。くそー。どうしよう、ここを登ったら海が見えるんですよ。いいね。ロジャース。いいな。これいいよ。これいいっすね。いいな。ちょっと余裕のある方、これ一台騙されたと思って買っていただきたいね、これ。これそう、あの古いとか思わずに一回乗ってもらいたいですね。サングラス持ってくればよかったね。ちょっとサングラス編集でお願いします。チャリーン。まあこういう風にね映るわけです、はい、なるほど。はい、それでは総評の方に移りたいと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、では箕輪さんから見た目、見た目点数5点満点お願いします。はい、見た目の点数4点3点。うおちょっと機材ね。はい、はい、その理由は、その理由はまあ、さすがロールスロイスだなと思うのはやっぱりこの雰囲気だったりとか、はい、まあ、正面の威圧感だったりっていうのは非常に好きなんですけど、はい、強いてその言うならちょっと年代を感じるなって、まあ、新しいのは好きっていうところもあるんですけど、うん、ただまあ逆に言えば趣があって非常にいいなと思いました。はい、ただこのフルサイズオープンっていうんですか、ファントム級の大きさで、こんな大きい車いるのかどうかっていう。なるほどね。そこがあのちょっとポイント下がる点ですね。はい、走り、走り、走りはもう5点満点。はい、文句ないです。はい、音が好きな僕でも別にこれいらないです。なるほど。はい、乗り心地よくて、はい、ストレスなく走れて5点。はい、5点満点です。価格、価格、価格は3点。3点の理由はですね、高い。ファントムだよ。いや、ファントムですけども、まあ、ちょっと値段もう少し出せばドンいけるし、そんな大きいサイズじゃなくてもいいじゃん。なるほど、思っちゃいますね僕は。そうだ。はい、フィーリング、フィーリング100点満点。フィーリングはもう90点です。これおー高い。いいですね。これは本当に自分が本当に所有できるんだったら、はい、したい。なるほど。はい、なので買います。買いますと、はい、いうことで、はい、終わりましたという形になります。 で私、はい、見た目、これ並走レビュー見るとまた変わるかもしれないですけど、まあ5点でいいです僕は。おお、はい、まあ、古さもってあったんですけど、はい、僕はこれは歴史の中にある車であって、はい、
どの時もどの年代の車も古さ感じる時があるんで、僕はそれも良しとして、まあそうですね、はい、5点満点、はい、かっこいいっすよ、はい、大きいけど大きすぎるぐらいだけど、まあそれくらいでいいよっていう感じですね、はい、そして走り5点、15点、これ最高だよ、はい、これ、はい、もう文句ないよ。こんなだってレクサスの LX とかもうすごいラグジュアリーに走ってく車だったんだけど、はい、なんかねそれ以上にラグジュアリーだったな。もうすごい究極の中の究極でした。これは5点。そして価格、はい、まあ、新車が5800万円、まあ、オプション入れると6000万円オーバーなってきますよね、はい、でその中で、これが今2800万円ぐらい、価格はどうでしょう。ちょっと何とも言えない。4点。いや高いは高い。でも高くて当たり前。でも高い。はい、ただこれを買う人だったら、うん、出してもいいんじゃないですか。ああなるほど。まあね高いけどこれを、うん、それ以上の価値はこれあります。はい、今の価格で言うと。はい、そしてフィーリング。久々出ましたけど100点やったこれいいよ、気に入ってますね、うん、すごい、ゆえに欲しい、はい、もう余裕で買います。お金ないけど、はい、あったら絶対買う、はい、これだけなんだろう、もうこの域に達したオープンカーはもうないっす、はい、ロールスはロールス、ドロペットはドロペットです、はい、ね、ドーンと比べてどうなのかっていうのはあるかもしれないですけど、こんな静かで優雅に走れる車はこれだけだと思います。で、それでね、バックしているところでね。そうですね。あのカメラがなくてですね。カメラあるんじゃないの？いや、今カメラ映ってないんですよ、これ。マジ？もうこの辺でいいんじゃない？そうですよね。あんまり攻めすぎるのも良くないんでね、うん。はい。すいませんでした。はい。ちょっと。はい。ということでね、今日の点数は。トータル？え？待てよね。僕と5点、5点、4点、100点。買う。そう。ほぼ100点満点の車です。ってことは今までで結構いい。多分いい、一番いいんじゃないですかね。はい、それくらい、この車は、とっても良かった、うん。本気で欲しいです。はい。さすがに所有する勇気はないんだけど。でも欲しいです、はい。はい。ということで、今回は2009年モデルのロールスロイツドロップヘッドクーペと言いながらオープンカーですね。はい、そうですね。これをレビューいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。意外と乗りやすいですよ。あ、ロペチューンもよろしくお願いします。